皆さんこんにちは、山形ワイバンズ AC の石川雄一です。今日は皆さんに残念なお知らせがあります。いつも僕が持っているあのベア、ユニフォームベア、なんと完売いたしました。解説ナビライブには、AC グマは登場しませんが、皆さんこれからもぜひ見てください。ということで今日は、完売してる人がもう一人いるんで、その人を連れてきました。はい、こんにちは、14番の高橋裕二です。なんすか。なんかあともう一つ言いたいことがあるんですけど、言いたいことがあるというか言ってくださいって言われたんですけど、あのうちは出たらしいんですよ今度は。なんか顔と番号入ってんだっけ。なるほど。が、あのまあジャニーズ意識したようなうちはあるんですけど、なんか聞いたら AC 版も出てるらしいんですよ。僕は別に買ってほしいとか思ってないんですけど、ちょっと恥ずかしいし、まあよろしかったらそちらの方もぜひよろしくお願いします。残念ながらゆうじのうちわは完売したそうです。たくさんのお買い上げありがとうございました。母ちゃんでしょ。母ちゃん。はい、ということで今回は群馬クレインサンダース戦の第2戦目です。どうぞ。高橋がドライブで蹴り込む。どうだ、ナイスシュート。倒れ込みながら入りました。バスケットカウントですね。はい、さあフリースローが与えられます。ここは詰めておきたいところです。さあどうだ、ナイスシュート。なんでこのプレーを選んだかというと、このプレー自体はドライブ、強いドライブして、エンドワン取ってきたっていうプレーなんですけど、このプレーがきっかけで自分は、ユージがこの試合結局20点取ってるんですけど、このプレーきっかけで点数取れたと思ってます。でまたそれがなんでかっていうところですよね。前半ユージこれなんだ2点なんですね。で、3ポイントも3の0なんですけど、でハーフタイムで自分ヘッドコーチと話してるときに、ヘッドコーチの方からユージ後半大丈夫かなみたいな言われたときに、ドライブ生かして、やっぱりユージの一番強いところでドライブだと思ってるんで、ドライブ生かしてそこからユージ自身が、乗ってくるんじゃないですかみたいな感じで話してて、で多分ハーフタイム中にもヘッドコーチとユージ話してると思うんですけど、多分その内容聞いてないんですけど、そういうことだと思います。で、それで後半の最初にこういう強いドライブからエンドワン取ってきたっていうことは、ユージ自身、自分自身が乗れた一つのプレーじゃないかなと思います。で結果的に、3ポイントもね、後半3の3だし、フリースローも9のなってしっかりと決めれて20点取ってるんで、これのプレーが非常に大きいんじゃないかなと思ったので、このプレーを選びました。だよ。でハーフタイム聞いてないけど何話した？その
前日土曜日の試合はすごいアタックが効いてて、だからそこのやっぱ後半でそのアタックをしてほしいってのを言われて、で外れても G とかイザだったりが取ってくれるから、まあ本当強みのアタックをしていけっていうのを言われました。まあ、自分はユージを信じて、まあ、まずそういうプレーやらしてみて判断しましょうみたいな形だったんで信じてよかったです。まあ、確かにこう前半全然ダメで、ちょっと自分の中で乗り切れてないとこあったから、まあ、とりあえず強気でアタックしていこうっていう気持ちでいって、結果エンドワン取れたんで、本当このプレーで後半自分自身乗れていけたかなっていうのはあります。やっぱ一番強いところを出せて結果残すっていうのは選手って何だろうな、本当に乗れてくるんで、これをやっぱ前半から全員が出していけば、うん、まあ、群馬今東地区1位でいるんですけど、結構ダントツで、自分たちもこうやって勝てるっていうのを後半だけで証明できた試合だと思うので、ユージはそういうドライブだし、まあ、G とかだったらインサイドで強いプレーっていうのを増やしていきたいですね。ね、はい。スポナビライブでは山形ワイバーズの全試合を配信中です。5月末までは無料でご覧いただけますので、皆さんぜひ見てください。せーの、ゴーワイバーズ。はい、純粋に嬉しいですけど、まだまだこんなもんじゃないと思ってるんで頑張ろう。目指せ30点。いや、やめよう。チンバリン超えよ。ヒカルさん超えよ